旅人、タイモン、久しぶり。あ、ケイシー、久しぶりだな。こんなところで会うなんて奇遇だな。君たちやカーン先輩のおかげでだんだん慣れてきたわ。でも最近仕事中に気が散ってしまいがちで落ち着か…話すと長くなるんだけど、父上が体のことを理由に天数を辞任することになって。え、天王寺に何かあったのか？正確には父上曰く体の不調はないらしいんだけど、気力が落ちてきてるっていうの。誰しもいつか老いる日が来るってよくそう言っていたけど、実際に顔のシワがどんどん深くなっていくのを見ていると。そうだ、父上は今頑丈茶室の2階にいるから、よかったら会って行ってあげて。父上は君たちのことをすごく気に入ってるみたいだから、もし話をしに行ってくれたらきっと喜ぶと思うわ。そうだな、じゃあ早く行こうぜ。お、これはまた珍しい客だ。歓迎するよ、ケイシンや。聞いたところによると、お前さんたちはいろんな場所に行ってるらしいな。もうケイシンから聞いているようだな。だが心配するな、体は大したことないんだ。年を重ねるにつれ、いろんなことが思うようにこなせなくなってな。皆はわしを高く評価してくれているが、ボケないうちに天数の座を次に譲ろうと考えてる。天数の座を譲るのって面倒なんじゃないのか？リーユエ七世の中でも天数、歴代の天数はほとんど公には出ず、その多くは背後で策を考える裏方だった。それに候補者ができるだけ各方面や勢力からの影響を受けないようにしたい。だからそんなわけで、一般的に天数の公認というのは前任天数の意見と残りの七星による承認によって決まるんだ。つまり天王寺が候補者を推薦して国す…そうだ。だが今のわしの体調を考えると、まあ心配する必要はない。このために能力の秀でた視察官を特別に連れてきた。お、誰のことだ？あら、ひどいわね。この間会ったばかりなのにもう私のことを忘れちゃったのかしら。エラン！そうよ、天王寺に頼まれて私が3名の候補者を調査することになったの。君も一緒に来ない？次の天数と事前に知り合えるまたとない機会よ。お前はどう思う？だよな、オイラもそう思うぜ。じゃあそれで決まりね。そういえば天王寺、あなたは普段光の当たらない裏で策を企てるのが好きみたいだ。え、イエランも天数になりたいのか？わしは構わんが、お前さんは行幸とも長い付き合いだろう。彼女がお前さんを簡単に手放すとは。ではこうしよう。もし視察の結果…いいわ。ま、このことは別に急ぐ必要はないものね。それ、後で一回で会いましょう。それまで、君たちは話の続きでもしてて。それから代金はいらないわ。頑丈茶室の新たな主として、質のいいお茶ぐらいはご馳走させて。話は済んだかしら？天王寺、元気なさそうでずっとうとうとしてたぞ。ええ、こんなことを言うのは気の毒かもしれないけれど、今の天王寺の精神状態じゃ、天王寺の推薦した候補者は全部で3名。官位、名伯。官位は豪商の生まれよ。名伯はリーウェ総務士に勤めていて、最後の地位は学を。なんとなく覚えておいて。まあ忘れてしまっても大丈夫なんだけどね。官位、名伯、それから地位。
その話は月海艇に着いてからにしましょう。気合を入れておいて。これは七星交代という一大事。どんな些細なことも見逃すことはできないわ。わかった。ちゃんと目をかっぴらいていくぜ。立ちっぱなしで足がしびれてきた。まったくあの視察官は何を考えてるんだ。こんなに大事な場に椅子すら用意してないなんて。いろんな奴と接してきたが、立ったまま待たされるなんてこれが初めてだ。ふむ、俺は別に何とも思わない。それはあんたがそういう扱いに慣れてしまったからだ。いつもそんな風に現状を受け入れてると、この先な、お前という奴はどうしてそう理不尽なこと。まあまあ、二人ともこんな些細なことで争うなんて、会員さん確かに言い過ぎですよ。明白さんもあまり気にしないで。こんなに長く立ちっぱなしで待たされたら、別に立って待たなければならないという決まりはないんだし、いっそのこと近く。それもいいかもな。あそこの椅子の材質はあんまり良くないが。どうやら候補者たちはすでに3人とも揃っているようね。ええ、すぐに彼らと正式に会うことになる。でもその前に、視察は大きく2つに分けられる。時事法略と現場問答よ。前者では彼らにリーユへの発展計画を提出してもらう。後者は私たちが直接面と向かって彼らに質問をするってことよ。リーユへの発展計画を書くのには時間がかかるだろうから、あらかじめ彼らに言っておいたわ。うわ、一冊だけ分厚いのがあるぞ。ついでに言っておくと、彼らには一つ要求をしてあるわ。誰が天数になろうと、自分が立てた計画内容はきちんと実行すること。よほどのことがない限り、計画書の内容を変更することは許されない。だから今ここにある3つの書類はまだちょっと時間があるから目を通しておいて。彼、私はここで待ってるから、読み終わったら言ってちょうだい。もう読み終わったの？なんかみんな真面目。当然よ、点数の選考に関わることだから、みんな全力を出し切っているの。何よりひとたび着任すれば、その計画に従って業務を執り行うことになるから。まだ秘密。現場問答が終わってからじっくり話し合いましょう。もう候補者を連れてきていいわよ。一人ずつ、まずは簡易からね。かしこまりました。ほう、あんたら二人が今回の視察官か。これほど重要なことは行幸様が直々に視察するだろうとは思っていたが、俺の計画書はもう読んだんだろ。何か理解できないところがあったら俺に聞くといい。なんて上から目線。悪いな、別に意図があってのことじゃない。ただ事実を述べているだけだ。龍雲釈風、その仙人を知ってるのか。名のあるやつならそれなりに才能もあるんだろう。もしかしたら俺の構想を理解できるかも。あ、俺の番か。ええ、簡単に自己紹介してちょうだい。俺は明白。総務士で仕事をした時間は9年と 5ヶ月3日になる。これまで12件が処理途中で、およそ現在は都市計画に関わる仕事をしながら勘定明細の受け取りと検査をしている。なんかたまに。自己紹介はそこまででいいわ。直接質問するわね。あ、すまない。
こんにちは。正直、お二方はどんなことがお聞きになりたいのでしょうか。視察ということですから、できる範囲で全てお答えいたします。君の計画書は様々な分野に言及しているけれど、君自身はそれほど多くの事業をやったことがないみたいね。そのような疑問を抱かれるのもごもっともだと思います。ですが計画に関しては自信があります。私はかつて、もちろん異なる問題が複雑に入り混じればそれぞれの結論も衝突する。ですので私が求めたのは均衡、つまり全てのも。じゃあその導き出した答えが本当に先。計画を実行する前は同僚や月海艇の秘書たちが評価をしてくれるでしょう。私の判断が間違っていた場合は相応の責任を取るつもりです。悪くない答えね。ではなんか付き合いやすそうなやつだったな。話もよくまとまってたし。これで簡単なまとめができそうね。君も見た通り、官位は見識が広く、計画書に書かれた案も的を射ているものが多い。でもとても傲慢で頑固な性格。周りの明白の計画はより包括的で安定していたわ。でも彼は官位とは全くの真逆ね。口下手で人との交流においては弱々しい印象があるわ。の、確かにその通りだったな。最後は地位。彼の計画は非常に詳細で、これは表面的に取り繕われたようなものじゃない。よほど力を注がないとできないこと。でも私が特に興味深いと思ったのは、彼の意見の多くが天王寺と同じだったことよ。やったー。さあ行きましょう。戻って天王寺にこれを。担当直入に聞くわ。地位の計画における考えが天王寺ととても似ていたことには何。お前さんたちに候補者の名簿を渡したとき、実は言ってなく、あの三人はかつてわしの元で学んだことがある者だ。だが官位は商業で忙しくしておったし、明白も総務士でやるべき仕事があった。官位はある旧友からの推薦で、明白には仕事をしておった時に目をつけた。最初は釣り友として偶然知り合ったんだが、それが地位は貧しい家の出身でな、両親も早くに亡くしている。だがあいつを見て若い頃の自分を思い出したんだ。釣りについてもちょっとした助言をしただけですぐ理解していたな。ああ気づかないうちにこんな高みまで成長し、若者が成長していく中、わしは老いてしまった。あら、天王寺はまだまだ元気だし、あと何年か仕事できると。お前さんは全く、慰めてくれんでもいい。気力。天王寺は釣りが好きだ。暇つぶしがしたいときは釣りが一番さ。釣ったばかりの魚はすご。新鮮な魚さ。そうだろう。それにちょっと前、近頃は釣りに行くと、いつも地位が下処理を済ませた副材料を持って何度も味わいたい美味しさだが、この老いぼれじゃあとな。次はオイラも連れてってくれ。話を戻すけど天王寺、報告を聞いて結論は出たのかし。お前さんに視察を任せたからには、もし地位とわしの考え方の類似について、お前先行は公平を期すべきもの、このような害くれぐれも。分かったわ。行きましょう。場所を変えて話したいことがあるの。それじゃあ天王寺。うん、やっぱり地位で決まりで。だってほら、計画書もよくできてるし、話上手だし。急がなくてもいいわ。視察に時間制限はないもの。え、もしかしてまだ何かテストがあるのか。それはないわ。彼ら本人に対する視察は終了した。でも一つ君たちに教えておいてあげるわ。情報に関する仕事で最も禁忌なのが、当事者からしか情報を得ないことよ。文言、翔太は
何でもお申し付けください、イエラン様。急に知らない人が現れた。驚かせちゃったかしら。この二人は私の部下、腕利きの助手として普段は近くに目を配らせてるの。商家は商業に精通していて交渉で情報を得ている。あのデカブツ、会場で長いこと任務をやってるみたいだが。あいつは運がいいから。あれ、商家、各商会に赴いて会員の背景事情を調べてくれるか。おい、チーはいいのか。チー、もちろん彼は最も有力な候補者として、まずは不当に行きましょう。あそこは人も多いし、いろんな情報が行き交う場所よ。情報って言えば、万有商法の博来に聞いた。あいつはいつも北不当で商売は…なるほど、悪くないわね。あれ、どうして博来がこんなところに。おいおい、その値段じゃあまりにも高すぎるだろう。こんなに高い仕入れ値でどうやって売れって言うんだ。そう言わないでくださいよ、旦那。この夕暮れの実は最も上質なものなんですから。以前間違えて一つ井戸に落としてしまったんですが、その井戸の水が全部甘くなったぐらいなんですよ。だとしてもだな。まあまあ旦那、実はもう一つ秘密があるんですよ。英発商店の店主もうちの品を仕入れようとしたんです。でも彼には売りませんでした。ああ、でももし旦那がいらないって言うんでしたら仕方ありません。向こうと商売するしかないですね。わかった、そういうことならその値段で仕入れよう。あるだけ全部だ。英発商店には一つも残すなよ。君たちどうしてここへ。言っておくが、この夕暮れの実には私が先に目をつけたんだ。横入りはさせないぞ。実はオイラたち、チーのことについて聞きに来たんだ。あいつのこと知ってるか。チー、かなり評判のいい人物だぞ。彼に関する話を聞いたことがある。貧しい家の出身なんだが、両親を早くに亡くして周りの人から冷たい目で見られていたそうだ。昔は隣人からよく悪口を言われていたそうだが、地位は報復するどころか衣食放縁、貧困法制、どうして今までこういう人物に出会えなかったのかと思わせるような逸材だ。いや、今からでも遅くはない。なんだかいいやつみたいだな。これでオイラたちも安心だぜ。こんなことを聞いてどうするんだ。まさか君たちも彼を。そうか、ならば高い値を払った者勝ちということで。ん、そこに。おい、どこだ。確かに地位ね、見た感じ林老と話をしているようだけど、話を聞いてみましょう。いい、彼に気づかれないように注意して。こういう情報こそ最も偽りのないものよ。私は先に雇用契約書を取りに戻る。って、おい、抜け駆けはなしだぞ。おい、分かったわ。歩きながら話しましょう。チーさんは手記を一式買いたいのね。お互い商売人同士だもの。そんなに急いでどうするの。これじゃ見つかるわよ。いい、彼に気づかれないように注意して。分かったわ、歩きながら話しましょう。Cさんは手記を一式買いたいのね。お互い商売人同士だもの。Cさんもうちの店を
よく知っているはずよね。実は私には普段からお酒を飲むのが好きな旧友がいるんです。彼は風流を好むのですが、見栄を張って贅沢はしたくない。ですので良質な模造品の酒器を買って彼を招待したいのです。じいさんは優しいのね。わかったわ、私に任せてちょうだい。時間があるときに飛行機まで品を受け取りに来て。ありがとうございます、林老さん。いいえ、これだけ評判が良くて友達思いだなんて、得がたい人ね。私も店に帰ってからきちんと選ぶから安心して。これでイエランも安心しただろ。他の人の目にもチーはいいやつに映ってるんだ。結論を急ぐ必要はないわ。彼が普段釣りをしている不当に行ってみましょう。ない、まだやるのか。まさか自分も天数になりたいからってチーに問題があることをどうしても証明したいとかじゃないよな。さあね。でももし私が天数になったら、君たちを特別扱いしてもいいわよ。ただでいろんな美食を食べさせてあげる。どうかしら？本当か？じゃあ、このまま南埠頭に行ってみようぜ。埠頭は相変わらず賑やかね。ここで釣りをしている人は釣った魚を近くの魚屋に売ることもあるそうよ。リーダーは賑やかだ。外国人がたくさん。いらっしゃいませ。今日はどんなものをお探しで？すみません、私たちはリーユエ町友会の一員です。あるチーさんという方がとても釣りがお上手だとお聞きしたのですが。おー、イエランって身分を偽る時もこん…ああ、チーね。この辺りでもすごく有名ですぜ。聞けば子供の頃は非常に苦労したようで、いくつも仕事を掛け持ちしてたそうですぜ。まあ、苦中の苦を受けざれば人の上の人たることかたしと言いやすからね。彼はきっと…けど、町友会への勧誘でしたら無駄足だったかもしれません。それはどうして？あいつは何でもできやすが、釣りだけはいまいちなんでさ。収穫量も実に普通で、良くも悪くもないといったところですか。もし会員を募集してるんなら。素敵ですね。でも、今はまだ他の用事があるので、今度お茶でもご一緒し。わかりやした。またお越しください。よその町にまで知られているね。さあ、他の場所でも聞いてみましょうか。魚はいるかい？一匹300もら、三匹、どれも貴重なもの。こんにちは。私たちは魚か調査会。ご安心を。我々は近頃チーという方がこの近くで鮮魚を定価。ふぅ、俺のことじゃないのか。定価で鮮魚を売る件については俺も聞いたことがない。だがまあ、あいつならやりかねんがな。え、どうしてだ？あいつは貧乏なんだ。両親を早くに亡くしたんだが、酒狂いのあいつが埠頭に来たのはまだ幼い頃だったな。ボロボロの服を着て頭にはガーゼを巻いていた。天王寺に拾われてやっと生き延びることができたんだ。だが今も貯金はあまりないみたいだな。
腹を空かせるとまではいかないが、たった数モラのために値引き交渉してるのをよく見るよ。だからあい、まあ、どうせ大した数の魚じゃないし、こっちの商売の邪魔にはなるまい。知られたくないのですか？ああ、何度か少し話をしたことがあるんだが、はい、劣等感すら抱いてるようだった。だが俺には何か言ってやる資格もないからな。あいつはすでにほとんどの人、完璧な人間なんてこの世にはいない。あいつがそのせいで不幸にならないことを祈るよ。なるほど、情報を提供いただきありがとうございました。いいってことよ。それともう一回言っておくが、俺が売ってる魚には値段の問題なんてないからな。何回も言うと、あまりお金を持っていないね。他の人にも情報を聞いてみましょうか。お前たちか。なんて言うんだっけ。そうだ、また会えて光栄だ。俺様に何か用か。実を言うと、私たちはこの業界に入ったばかりなんだけどね。ロッコ様が情報通って聞いて。本当か？その、俺様を情報通と褒める者がいるのか？もちろん、ロッコ様は心優しい方で、何でも答えてくだ。やった！何が聞きたいんだ？わ、子供まで騙すのかよ。ではお聞きしますが、ロッコ様は。もちろんさ。最近大人たちがいつも話してるチーニーの、チーニーのことならたくさん聞いたことがあるぜ。例えば、もうほとんど大した内容じゃない。やっぱり俺様は剣の光と影が交じ。その点については私も同感です。ではロッコ様はいつ頃から大人たちがチーさんに。あ、それなら覚えてるぜ。前はみんなチーニーについて話すとき、俺様が不愉快に思うような口調だったん。チーニーは俺様に飴をくれたこともあるし、みんながやっぱりね。ん？やっぱりなんだ？やっぱりドッコ様は噂通り、ここ。それほどでもねえって。そういえば、知らない顔もたくさんいたぜ。よく。ええ。よかった。今度会ったら挨拶でもしてくるか。溜まった飴も、あいつらに一つずつ分けてやろう。そうですね。もしよろしければ、彼らの居場所を頑丈茶室にいる私の友人まで伝えてくれる？そうすれば。そうか、ありがとうお姉さん。ううん、じゃ、また会おうね。ああ、またな。今の話の問題点、分かったかしら？問題点？チーの名声が高いって話だろ？そうね。でも問題は、この突然の名声がちょっと高すぎるところよ。突然？威直方圓、感苦奮闘。確かに町で評判になるほどのことだわ。だけど、そして、それらについてドッコ作が言っていたことを覚えてる？感心はするけれど、何より、こういった彼の評判はこの 2,3 ヶ月で一気に現れたもの。彼の幼い頃の話や学問を求めた話、それに。そう言われると、もちろんそれだけなら私も。貧しい家に生まれた地位がお金を払って自分の活躍でも問題がある。さっきコウが言ってた彼の話を聞いたでしょ。そう、それなら事情も変わってくるわ。もしかしたら隠れた勢力が、これは最悪の推測だけど、推測はひどければひどいほど。七星に手を出すって聞いただけでやばそう。今チーに聞いたって絶対に認めないよな。まずは彼を手伝っているのが誰なのかを突き止める。大丈夫、視察過程にあった時事方略は覚えてる？チーを裏で手伝っている者は彼の着任によって利益を得ようとしている。だったらチーの計画の中に何ら。頑丈茶室へ行きましょう。
地位の計画書は項目がとても多いわ。短時間でその中のほころびを半分に分けるから手分けして読みましょう。読み終えたら情報交換よ。名目上の視察はもう終わっているから、規則通りもうじき結果を発表しなければならない。急いで真実を突き止めないと。緊急事態だな。天王寺がどのように地位のことを考えていようと、地位が天王寺の自慢の門弟なのは事実よ。そんな彼が目立つ証拠を残すはずがない。だから私たちもじっくり考えましょう。が半分持ってったのに、まだまだ多いな。とにかく読んでみようぜ。こんなに読むと頭が痛くなってきたぞ。ちょっと休憩しようぜ。お、どうやら俺が一番早く戻ったようだな。あ、お前はイェランの下っ端のショウか。戻ってきたってことは簡易の調査が終わったのか。ああ、各商会を訪ね全面的に詳しく調べてきた。何度も門前払いを食らったが、俺の巧妙な手腕にかかれば。余計なことはいいから早く言いなさい。はっ、イエラン様、結論からご報告します。簡易と接触したほとんどの者は、彼の傲慢な性格に文句をつけながらもとても高い評価を下す傾向がありました。飛雲商会の坊ちゃんも、簡易は傲慢ではあるが、物事の対処に関しては極めて几帳面だと言っていました。それに契約を交わしさえすれば、相手が貧民であろうと富豪であろうと皆平等に扱うそうです。全然そうは見えなかったぞ。その名声に偽造の可能性は。彼の名義にある産業帳簿は調べられるかしら。本来なら難しいところではありますが、その一通り聞いて回ったところ、簡易はほとんど全ての帳簿を公開していたんです。どこから仕入れてどこに売るのか、これらは本来機密事項なのですが、彼は全く気にしていないようでした。簡易は他人には見つけられない商機を見つけるのが得意なのですが、大儲けをした後はまるで飽きたかのように全ての商業機密を公開してしまうのです。知ったからなんだ、どうせ俺にはかなわないという態度で。おかしなやつだな。あいつにとって商売は。結論を検証するためといったところかしら。彼の計画が非常に洞察に富んでいたのは、彼がすでに数多くの実験をやって。ただいま戻りました。って、あれ、なぜお前がここに。言うまでもなく、俺の能力が高く常に人よりも一歩進んでいるからだ。いや、お前より効率がいいからと言った方が正しいか。お前、まあいい、争うつもりはない。ついでに他の用事を済ませていたんだ。
それがなかったらとっくに戻ってきてたさ。イエラン様、明白の調査が終わりました。報告して。総務省によれば、明白は焦りを感じると話が途切れ途切れになってしまうそうです。特に見知らぬ人と会話するときはいつもそうなるんだとか。しかし知り合ってから何日か経てば普通に交流できるようになるそうです。他人が見過ごしてしまうような問題にも常に配慮している人物らしく。君から見て総務省が彼に対して過大評価をしていると思うところはあった？ないと思います。明白の名声は少しずつ積み上げてきたものですから。シャオユーによりますと、総務省の業務はほとんど実行する前に明白に見てもらうそうです。彼が同意すると皆も安心できるようで。それからかつて総務省で上司の目を欺き下の者を騙していた人物がいて、明白にこっぴどく叱られたそうです。怒った彼はとても、うわぁ、おいらも全く想像できないぞ。前にも言ったでしょう、目に見えるものが真実とは限らない。おぉ、今わかった気がするぞ。お疲れ様、もう休んでいいわよ。それで計画書はもう見終わったかしら？もうちょっと見てくるぜ。この中の項目を単独で読んだ限りでは何も問題はなさそうね。でも一点私が引っかかったのが、この聖教裏再開発計画。元より聖教裏は数々の秘密がある場所よ。過去にはジャクダ竜王があそこで人騒ぎを起こった例の一件の後、どこからともなくある噂が流れたの。聖教裏の下には巨大な宝が埋まっているってね。その噂を聞いた探検隊が七星の許可を得て初めての試験的採掘を行ったことがあったわ。それで宝は見つかったのか？いいえ、遺跡の奥底はとても堅固で、特殊な爆薬か何かで硬い岩盤を破壊しなければその先には進めなかった。でも当時は技術も未熟だったから採掘公務は中止になって、宝も伝説となったの。地位の計画は全て問題の解決に重きを置いているわ。けれど宝の採掘はとてもリスクが高いし。でも単にそれだけよ、まだ何もわからないわね。宝を求めてる人は多いわ。宝刀団にファデュイ、リーユエ本土の数々の勢力。そっちは何か手がかりはあった？採掘、公務、宝。あ、オイラたち計画書で見たよな。そうだ、もし適した公務があったら国願城を優先。なるほど、この2つのことが合わさればすでに明白ね。まさか地位を手伝ってるのって国願城なのか？いえ、それはないわ。国願城は昔私も調査したことがある。国願城には確かに特殊な爆薬が保存されているけど、危険な公務を行うためだけにそれを手に入れるのは割に合わないわ。でも手がかりは確かに国願城を指してる。だっ、まさか簡易と明白がオイラたちの印象と全く違うやつだったなんてな。地位にも違う一面があるのか。さあ国願城に着いたわ。あたりで手がかりを探してみましょう。これは記録か？背面から見て帳簿みたいね。でも記録帳としても使われていたようだわ。誰が書いたかは知らないけど面白いと思わない？イエランはその新人たちを疑ってるのか？ええ、見ての通り
そのままの勢いでいけば、聖教裏再開発計画が実行されるときには彼らは少なくとも中核になっているでしょう。その時が来たら彼らは様々な細工ができる。地下にある暗号文を書き写したり、地下の宝を盗んだりね。想像してみて、もし私たちが疑いを抱いてなかったとして、地位が黒岩城による開発を実行することになったと。でも黒岩城自体に問題はなく、変わったのは主な役職の人員のみ。後から私たちが一人一人調べ上げようとしても、もうすでにある程度の月日が経っているから、身分の偽造も終わっている。これが事前に布石を置いておくことのメリットよ。なんかそう言われるとその通りかも。オイラたちが気づいてなかったら、伝説のお宝はこの裏には一体誰がいるんだ？それはその新人たちに聞かないとわからないわね。行くわよ、そこの作業員に。その、オイラたち、あの新人たちについて聞きたいんだ。ほう、お前さんたちもあいつらに見習いたいのか。あの新人たちはドイツも非常にいい体の素養を持ってる。それに勘もいいし、技術を学ぶのもとても早い。唯一残念なのが、あいつらはまだ完全に溶け込んでないんだろうな。もう少し時間が経てば馴染むだろうよ。一緒に酒を。この近くに酒場はないみたいだし、とてもと。ああ、あいつらの話では、いつもリーユエコーまで戻って万民堂で酒を飲んでるらしい。実は今日、作業が終わった後雨が降ってな。あいつらもしばらくは現場に残ってたんだが、雨が止んだ途端、まったく若いもんは元気がいいな。まあ、悪いことじゃない。なるほど。場所を変えて話しましょうか。どうやら私たちの考えは当たっていたようね。リーユエに戻ってお酒だなんて、よくもまあそんな言い訳を考えられ。今日は雨が降ったから地面に足跡が残っているはず。彼らがそう簡単。リーユエコーには行かず、あっちの方向へ続いてるわ。足跡がここで消えてる。でも足跡の方向からして、どうやら一歩遅かったようね。ここがあの新人たちと背後の勢力が落ち合っている場所のはず。でもこの灰、
さっき燃やしたばかりの手紙だわ。まだ燃え切ってないとことかないか？例えば燃えて…そういうのはたまたまのことで基本的に起こらないわ。もう…じゃあ国願城に戻ってあいつらを待つか？どうせあそこに戻るよな。そうとは限らない。ここはおそらく背後の者が私たちの調査を警戒して。それじゃあ手がかりが全部途絶えたってことじゃないか。一つ間違えないでほしいんだけど、私たちの目的は何も。さっき入ってきた瞬間、新人たちは手紙を燃やせば安全だとでも思ったんでしょうね。彼らは知らなかった。そうなのか。おいら、匂いなんて。気候がとても厳しく、表現が果てしたく続くだけの土地がある。そこのお金持ちの中には花の香りを炭に入れる人たちがいるのよ。その香り付きの炭が燃えた後はこんな風に特別。ええ、この証拠は直に風に吹き消されて犯人を捕まえる当てにはならないわ。だけど私にとってはもうこれで十分。相手が誰だか分かった以上。イエラン様、やっとお会いできました。お前は誰？大丈夫、慌てないで。文献以前からチーが普段接触している人間を調べさせていたのよ。そして戻ってきたら国願城に来るよう書き置きを願城茶室に残しておいた。そうすれ、それで部配会場で何か情報は手に入ったかしら？それなんですが、あまり有用な情報は聞き出せませんでし、近くの漁夫に聞いて回ったんですが、地位と関わりがある者は誰も。戻ってくるや否や、イエラン様が国願城にいるとし。ん？天王寺は地位はかつて。え？知りませんが。そんな、だってありえません。イエラン様、私は本当に全ての漁夫に聞いたんです。レシピなんてありません。面白いことになったわね。魚スープ？何ですか、魚スープって。何でもないわ。今最優先すべきは突破口を見つけて。どう、何か案はある？悪くない案ね。でも部配、君から話してちょうだい。実は私も地位の尾行を試みたんです。張り込みは意味ないみたいだな。いえ、張り込みは必要よ。ただその前に少し準備をしないとね。準備？君も諜報を長く続けたらわかるけど、この世に警戒心を永遠に保てる者はいないわ。特に明日の午前、私は月海亭で彼の時間通りに来てね。